ギタレレ子守歌、中島直樹です。さすがにもう12月も後半に差し掛かり、バタバタしてきました。クリスマス前ということで、こう楽しい会とかね、多く会ってるんでしょうけど、やっぱり仕事にしても何にしてもバタついていますし、そして YouTube だったり生配信だったり、そういったところでお話ができないような出来事もあったんですが、まあ、5年10年ぐらいしたら笑い話になるかなというところで、10年後を楽しみにしておいていただきたいと思います。今日のギタレレ子守歌、バックナンバー、ヒロイン。君の毎日に僕は似合わないかな。白い空から雪が落ちた。別にいいさと吐き出したため息が少し残って寂しそうに消えた。君の街にも雪が綺麗と笑うのは君かい。でも寒いねって嬉しそうなのも、転びそうになって掴んだ手のその先でありがとうって楽しそうなのも、それも君かい。バックナンバー、ヒロイン、ギタレレでお送りしました。このヒロインであったり、クリスマスソングであったり、冬の名曲もたくさんあるバックナンバーですけれども、大学時代からずっと好きで、でスリーピースバンドに憧れたっていう時期もあったんですよね。で振り返ってみると、スリーピースバンドやってたんですけども、うどんだしというグループで、大学もサークルも、そしてアルバイトも、まあ、うどん屋さんなんですけどね、一緒だった3人組で結成したバンドだったんですが、すごく楽しかったですし、まあ、後悔はしてないんですけど、でももっとこうしたらもっとより良かったのになみたいなところはあって、また生まれ変わるならとまではいかないですけど、次にそういったスリーピースバンドであったり、オリストじゃないグループをする機会があったら、なんかより良くなる方法を提案できるように、まあ、そのためにも、もう自分自身がいろんなことにチャレンジして、いろんなことができるようになっておかんといかんなと思ったところでした。このギタレレ子守歌も、梅ピーの企画、提案なんですけれども、あと何回で最終回になるのか、もしかしたら数えるほどかもしれないんですが、まあ、その場合はまた新しい何かが始まると思いますので、乞うご期待お願いします。ギタレレ子守歌、ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。